今日は夜な夜な1週間分の米粉パンの作り焼きをやっていこうと思います。家事や育児、仕事などでバタバタの毎日をハッピーにしてくれる簡単で美味しくて体に優しい米粉パンを大量に仕込んでいきます。ハムマヨコーンとツナマヨチーズの惣菜系2種類とオレンジピールとクリームチーズのパンとオレンジピールとチョコチップのねじりパンの菓子パン系の生地の計4種類をご紹介していきます。時短で大量に作る時のコツやポイントもお話ししながら作っていくので、ぜひ最後までチェックしてみてください。ではスタート。まずですね、それぞれで使う具材の準備をしていきたいなと思います。一つ目のハムマヨコーンですが、ハムはキッチンペーパーなので水分を拭き取っておいたものを準備しておきます。そのまま入れちゃうとその水分がパンに移ってベチャっとなったりとかしやすいんですよね。コーンも乗せていくんですが、コーンは冷凍とかの場合は必ず解凍して、あと水気を拭き取っておいてください。で、このコーンにマヨネーズを入れて混ぜておきます。まあ、だいたい大さじ1ぐらい入れたかな。黒胡椒とかも入れても美味しいですよね。ちょっとマヨ多かったかな。こんな感じで混ぜておきます。よし、次ツナマヨチーズです。スーパーで無添加のツナが売ってました。これを1缶使っていきます。ツナ缶は水気を取った状態のものを使っていきます。ここにマヨネーズとお好みで塩コショウを入れて混ぜておきます。今回私はハムマヨコーンの方にコーンを使うから入れないんですけど、ここにコーンとか入れても美味しいと思います。よし、ちょっとコショウしようかな。お塩もちょっと少々入れて、これで混ぜ合わせておきます。ツナマヨ完成。次はクリームチーズとオレンジピールのパンです。で、オレンジピールはクリームチーズのパンとチョコのねじりパンの2種類で使っていくので、合計 60g ぐらいをこんな感じで細かく刻んでおきました。今日 60g 足りないんですけど、60g ぐらい入れてもらった方が美味しいです。後で生地に混ぜ込んでいきます。とクリームチーズは今回、クリーム状のものを使いました。こういうのがスーパーで売ってたんですけど、これを 10g ずつかける6個こういう感じでお皿に並べています。もし、キリとかフィラデルフィアとかそういう四角のタイプのクリームチーズの場合は6等分とかにカットしておいてください。それを合わせて 60g 準備しておいてください。やり方わからないっていう方は概要欄に載せてるクランベリーとクリームチーズのパンの作り方動画を参考にしてぜひ作ってみてください。はい、じゃあ最後、オレンジピールとチョコのねじりパンなんですけど、チョコチップの代わりに今回私はこのオーガニックカカオニブっていうのを使っていきます。カカオ豆の胚乳部分を砕いたものなんですけど、甘くはないんですけど、ポリポリポリってこうナッツみたいに食べれるココアカカオ豆です。これ後で生地に混ぜ込んでいきます。はい、具材の準備はこんな感じです。これで4種類のトッピングの準備ができました。じゃあ早速生地を作っていきます。今回ボウルを2つ用意して、惣菜系と菓子パン系でそれぞれで計量していきます。めっちゃたくさんの量作るので、24センチ以上のできるだけ大きいボウルがおすすめです。じゃあまず惣菜系の生地から計量していきます。レシピは概要欄にも載せているので、よかったら見てください。ではまずパン用米粉みずほ力を 300g 入れます。次、片栗粉 30g。 片栗粉入れるとすごい軽い食感になったりとか、歯切れが良くなったり、香ばしさとかもアップするので入れていきます。次、お砂糖が 16g 入れます。次、お塩 4g。 次、大箱が 8g。 大箱を入れることで生地がまとまって成形ができるようになります。そしてドライイースト金サフを使います。 6g 入れます。よっしゃ、オッケー。これで惣菜系の計量完成です。お水と油は後で入れていきます。じゃあ続けて菓子パンの方もやっていきます。菓子パンの生地はちょっとお砂糖の量とかを変えています。はい、では惣菜系の生地から作っていきます。まずは粉類をホイッパーで混ぜていきます。ちょっと量が多いのでボウルをたまに傾けたりとかしながら、材料のムラがないようにしっかり混ぜていきます。だいたい1分ぐらい混ぜればしっかり混ざると思います。菓子パンの生地の方も粉類混ぜておきます。ちょっとどっちがどっちかわからなくならないようにだけしておいてください。では1つ目の惣菜系の方のパン生地にお水を 300g 入れていきます。で、ここでポイントの1つ目なんですが、お水は冷蔵庫で1時間以上冷やした冷水を使います。その理由なんですが、冷水を使うことでこの
2つ目の惣菜系の生地の発酵のスピードっていうのを遅くして後で作っていく菓子パンの生地との発酵のタイミングっていうのを揃えていきます。で、今特に夏で暑いので1時間以上冷蔵庫で冷やした冷たいお水っていうのを使っていくんですけれども、冬の場合は部屋の温度とか気温もね下がったりするので常温の水で作っていただいて大丈夫です。じゃあ冷水を 300g 入れていきます。ではお水を入れたらスケッパーで 2,3 回大きく混ぜて、途中で油を 12g 入れていきます。はい、じゃあ油も入れたらまずは粉を落とすような感じで混ぜていきます。全体を大きくかき混ぜていってください。おお、生地の量多いな、すごい。もう今日はパン屋さんになった気分で作りたいと思います。で、こんな感じでだんだん粉っぽいところが少し粉っぽいんですけど、周りの粉が全部落ちたなっていうタイミングでスケッパーを使って一生懸命ここから生地を混ぜていきます。で、馴染んできたらボウルの側面とかこの底の部分っていうところにすりつけるような感じでビヨーンとこういう風にやっていくと材料のムラがなくなりやすいです。で、たまにボウルの底からグッと生地を持ち上げてはまた広げてっていう感じでやっていってください。生地少しだけ取ってもらってビヨーンと広げていくとやりやすいです。で、大箱とかドライイーストのムラが混ざりムラっていうのがないかっていうのをチェックしながら混ぜていきます。もし大きいボウルじゃないっていう場合結構こねにくいと思うので、こういう感じでマットの上とかに出していただいて手で広げて戻す広げて戻すっていう感じで結構ねベタつきやすい生地になってくるので、軽く広げて戻すっていう風にすると外れやすいです。こんな感じでボウルの中でやってもらっても台の上でやってもらってもどっちでも OK です。生地の表面をペタペタペタと軽く触るとくっつかなくて、ギュッとつまむとうっすらくっついてくるような生地感になっています。この生地の状態になれば OK です。はい、じゃああっという間に1つ目の惣菜系の生地完成しちゃいました。では生地の上から霧吹きを 1,2 回かけてボウルにラップをかぶせて乾燥を防いでいきます。ではまず惣菜系のこの生地の一次発酵は室温で10分ほど置いて発酵していきます。ここでポイントの2つ目なんですが、発酵は室温で行っていきます。通常だったら一次発酵は40度で発酵させることが多いんですけれども、まあ、今回のように倍量とかでたくさん焼くときは量が増える分成形にも結構時間がかかってきます。なので、まあ、一次発酵しすぎない方が成形中に過発酵になってしまうっていうのを防げるんですよね。はい、じゃあこのまま置いておきます。ちょっとタイマーで10分スタートします。発酵中に2つ目の菓子パン生地を作っていきます。こんな感じで大量に作るときはちょっとパズルみたいな感じで工程を組み合わせながらやっていくんですよね。結構慌ただしいけど楽しいです。はい、じゃあ次この生地にも 300g のお水を入れていきます。お水の温度ですが、さっきは冷水使ったんですけど、この2つ目の生地は常温のお水で大丈夫です。そうすることで発酵のタイミングっていうのを揃えていきます。お水を入れたら 2,3 回大きくスケッパーで混ぜて、途中で油を 12g 入れていきます。はい、では1つ目の生地と同じように混ぜていきます。まずスケッパーで粉類を水と合わせていくようなイメージでゆっくりと大きく混ぜます。じゃあ粉っぽいところが少しなくなってきて馴染んできたら、ここからは生地同士のつながりを作っていくので、大きく混ぜながらボウルの側面にこうすりつけるようなイメージで混ぜていきます。はい、ちょっとボウルの中じゃ大変なので台に出します。大量に作るのってすごいなんか無心になれて楽しい。毎日やるのは大変やけどこんな感じでなんか夜な夜な作るの結構好きです。でも夜より私は朝早く起きて作るのが好きなんですけど、最近はねちょっと娘もだいぶ早起きなんで一緒に起きてます。夜が勝負です。はい、じゃあ生地がしっかり混ざりましたのでボウルに戻していきます。ペタペタ軽く触るとくっつかないです。ギュッとつまむとうっすらくっつくような生地になっています。この状態になっていたら OK です。生地ができたタイミングでオレンジピールとカカオニブを混ぜていきます。オレンジピールで、お好みでカカオニブとかチョコチップとか入れてください。こんな感じでスケッパーを使って全体に具材を広げていきます。はい、こんな感じで具材が全体に行き渡ったら OK です。生地全体に霧吹きを 1,2 回かけて
ラップをかぶせます。2つ目のこの生地もさっきと同じく室温で10分発酵していきます。冬は40度で10分で進めてください。じゃあ1個目の惣菜系の生地の成形をしていきます。ちょっと微妙な個数なんですけど、ハムの枚数とかいろんな兼ね合いでちょっと9個にしていきます。ボウルを空にしてキッチンスケールの上に乗せて、でまず全体の生地の重さを測ります。675、1個 75g ぐらいになるので、スケッパーで生地を切りながらまたボウルの中で計量していきます。で足りなければこんな感じで少しずつ切りながら足していって、逆に多かったらちょっと生地を切ってっていう感じで合わせていきます。次出した生地っていうのはできるだけ生地のこう綺麗な表面そのまま置いといて、裏側にくっつけておいてもらうと後で生地こう丸めるときにすごくやりやすいです。じゃあどんどん分割して9等分にしていきます。じゃあこんな感じで分割できたので、ちっちゃい容器に油を追加して手のひらに塗って生地を持ちます。で表面できるだけ綺麗なところを上にした状態で、手を山なりにしてコロコロとお団子丸めるようなイメージで転がしていきます。雪見大福みたいな感じで綺麗なつるんとした感じになれば完成です。例えばちょっとシワっぽいところがあったりとか、つなぎ目のところがあったら、そこをちょっと裏側にして置いといて綺麗な表面を上に持ってくるとやりやすいです。はい、じゃあハムマヨコーンの成形からしていきます。生地を裏返しにして、で少し手のひらで押さえて広げます。広げたところにハムを乗せて、でさらに広げます。ハムとぴったりぐらいか、ちょっとハムよりはみ出るぐらいに生地を広げていきます。下からくるくるくるっと巻きつけていきます。こんな感じで巻いたら、この巻き終わりのところをしっかり指でつまんで閉じ目を閉じておきます。一直線になるように閉じれました。そしたらこの閉じ目を内側にした状態で折りたたみます。生地がつながってる方とこっちの切れてる方があるんですけど、つながってる側からスケッパーで切り込みを入れていきます。だいたい下から3分の2あたりまでをど真ん中カットします。こんな感じで、カットしたところをパカッと開くとこんな風になるので、少しこう広げながら形を整えてハムマヨの成形完成です。でここに後で用意しておいたコーンマヨを乗せて焼いていくっていう感じです。はい、じゃあちょっと天板に並べていきましょう。はい、じゃあツナマヨの方なんですけど、ツナマヨはめっちゃ簡単で、この天板の上でやっていきますね。でこの丸いまま乗せてもらって、真ん中の部分を指で押さえていきながらこのくぼみを作っていきます。真ん中にくぼみを作って、そこに後でツナを乗せていくっていう感じにするので、もうこうやって押さえるだけで成形完成です。お好みのサイズにしてください。縁の部分、だいたい私のこの場合は2センチ弱ぐらいあるかなという感じです。でこんな感じで5つ作っていきます。はい、では成形できました。結構もう天板の上パンパンでくっつきそうなんですけど、まあ家で食べるしいっかということで、このままいきたいと思います。で今生地の表面見ていくと結構ザラついてきています。これ発酵が進んできてるサインなんですけど、やっぱり夏は発酵進みやすいので、室温でこのまま発酵を進めていきたいと思います。この後菓子パンの生地の成形もあって、待機時間が長くなってしまうので、夏でも冬でも室温においてゆっくり発酵させていくのがいいと思います。はい、じゃあちょっとダッシュで2つ目の成形もしていこうと思います。上から霧吹きをかけてラップをかぶせます。でこのまま室温に置いておきます。はい、あっという間に菓子パン生地もできましたので、こっちも作っていきます。大きくまず生地を2等分にしていくので、ボウルの上に生地を乗せて、735なので 368g ぐらいですね。はい、で2等分にしたら、片方はさらに6等分にしていきます。結構1個目の生地の発酵が進んできたから慌てておりますやばい、喋りながらやってたら。ちょっと今日イースト 6g 入れたんですけど、手早くやるのちょっと心配やわっていう方は 5g とかで発酵ゆっくりにしてもらってもいいかもですね。水冷やしたけど、それでもやっぱり夏は発酵めっちゃ早い。じゃあこの分割した方の生地を丸めていきます。手に油を塗って、さっきと同じですね、コロコロとお団子丸めるようなイメージで転がしていきます。はい、こんな感じです。どんどん丸めます。はい、じゃあクリームチーズを入れていくので、生地を裏返しにして
まず少し生地を10センチぐらいの円に広げます。で、真ん中にクリームチーズを乗せます。そしたら生地同士を少し持ち上げながらくっつけていって、こんな感じで包みます。で、最後中心のところ指でつまんであげて、表に向けて少し形を整えて完成です。ちょっと表面ねザラついてるなーっていう時は軽くまた最後転がしてあげてください。あまりこれやりすぎると中からクリームチーズ出てきてしまうので大体で OK です。じゃあ残り4つもダッシュでやっていきます。はい、ということで今菓子パンの成形途中なんですけど、結構生地が発酵してきちゃったのでタイミング揃えたかったんですけど、先にちょっと惣菜系焼いちゃおうかなと思います。で、途中で様子見ながら菓子パン生地もオーブンに入れていきたいなと思います。発酵の見極めなんですが、こんな感じでザラザラっと生地がしてきて、で、気泡もプツプツプツとできてきています。生地のサイズも一回りほど大きくなっています。はい、じゃあちょっとまずは生地全体に油を塗っていきます。オーブンの風で乾燥したりとかするので油を塗っていきます。生地の表面と側面のあたりも塗ってください。はい、じゃあくぼみの部分にツナマヨをのせていきます。上からチーズもかけます。チーズは冷凍しておいたものを室温に戻しておきました。ツナマヨだけでもいいんですけど、やっぱりチーズ乗せたらもう見た目も味もワンランクアップするので、ぜひぜひ乗せてみてください。はい、こんな感じです。ハムマヨの方は用意しておいたコーンをこの真ん中のところに乗せていきます。コーン2つとコーンなし2つとにしたいと思います。で、コーンなしの方にチーズをかけて、で、上からお好みでマヨネーズをかけてもらうと美味しいです。はい、じゃあ惣菜系のパン、こんな感じでトッピングもできたので焼いていきます。220度に予熱したオーブンで15分から20分ほど焼いていきます。本当は菓子パンの生地も一緒に入れたかったんですけど、成形がちょっと追いつかずで、一旦クリームチーズのパンだけ完成したので、ちょっとラップだけして残りの成形もしていきます。はい、じゃあオレンジピールとチョコチップ、今日はカカオニブなんですけど、のねじりパンを作ります。生地を横長の長方形に伸ばしていきます。ちょっとくっつきやすいので油を手に塗ります。で、こんな感じで綿棒を使わなくても十分手で伸びるので、上から生地を押さえながら押し広げるような感じで、だいたいスケッパーの横の長さ2枚分ぐらいの長さで、縦も2枚分ぐらいにしていきます。厚みをなんとなく均一にしておくといいです。よいしょ、こんな感じでスケッパー2枚分になりましたので、こういうね縦長の棒を8本作ります。なのでちょっと一旦真ん中のところで切って、で、さらに4等分していきます。よいしょ、スケッパーをこう押しながら引くとすぐに切れます。はい、こんな感じで棒状のものが8本できました。そしたらこの2本を合わせてねじりパンにしていきます。ちょっと端っこをくっつけて、で、こうクロスしていきながら最後もくっつけて、こんな感じでねじりパンになりました。ちょっと生地がちぎりやすいので、そろーっと軽い力で持ち上げながら交差させていって、最初と最後はしっかりくっつけておいてください。こうくっつけた後に上からこうやってねじってもらってもいいです。やっと完成。じゃあ天板に並べていきます。こっちの生地ももう結構発酵進んでて、生地全体がちょっとザラついてきて、気泡もできてきているので、ダッシュで最後の仕上げをしたいと思います。じゃあ全体に油を塗っていきます。はい、じゃあ最後の仕上げです。このねじりパンの方はお好みなんですけど、上からちょっとお砂糖をパラパラとまぶして焼いてあげると、ここがカリッとジュワッとして美味しいです。ちょっとこうザラメ状のものとかがあるとまた食感が面白いかなと思います。はい、でクリームチーズの方はちょっと切り込みを入れていこうと思います。もうくっつきそう縦に1本切り込み入れていきます。横にこういう感じで入れて十字に切り込みを入れてもらっても可愛いです。では菓子パン生地も焼いていきます。220度に予熱したオーブンで15分から20分ほど焼いていきます。
今ね、惣菜系のパンも焼いてるところなんですけど、ちょっと菓子パン生地も後から追いかけるように入れて焼きたいと思います。惣菜系焼き上がったら一瞬でオーブンから取り出して、ちょっとすぐにオーブンを閉めて菓子パンの生地の残り時間焼いてください。はい、ということでなんとなんと2時間で計19個のパンが完成しました。めっちゃ美味しそうにできました。もう今食べたいんですけど、我慢して食べずに朝起きるのを楽しみにしておきたいと思います。今回ドタバタでかなりね、発酵も進んでっていう感じだったんですけれども、何か少しでも皆さんのお役に立つ部分があれば嬉しいなと思います。感想とかいろいろお疲れとかあればぜひコメントとかもお待ちしてます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。